今月1日から自転車に乗るすべての人を対象にヘルメットの着用が努力義務となりました。県内ではどのくらいの人がヘルメットをつけているのか現状を取材しました。自転車に乗る際のヘルメットの着用はこれまで13歳未満の子どもを対象に努力義務となっていましたが、道路交通法の改正に伴い全ての人が対象となりました。金沢市内ではヘルメットをつけている人の姿もわずかに見られましたが、大半の人が着用せずに自転車に乗っていました。年が年だし、ね、法律上には背くわけにもいかんし、安心感はありますね。安心があるし、なんで皆さんかぶらんのかなと思うんです。ヘルメットがうちにないので、つけたくてもつけれない、持ち歩くわけにもいかないじゃないですか。そういう時にどうするかっていうのが、まあ、難しいところですね。ダサいからみんながかぶるならかぶろうかな。こうした中、金沢市の自転車販売店サイクルショップ南では先月中旬からヘルメットを買い求める客の数が大幅に増えたといいます。ヘルメットあちこち探してもないからね、じゃあ南さん行こうか思って。駆け込み需要からヘルメットが品切れしている店も多く、来店した男性もいろいろな店舗を回ってようやく手に入れていました。60歳以上のご婦人の方が 65% ぐらい購入していきましたね。若い人が 10% ぐらいかな。まあ、かぶってほしいですね。まあ、国の決まりですから。ヘルメットを購入する際はフィット感や軽さなどをチェックし、安全基準を満たす製品に表示される SG マークがついているものを選ぶといいということです。着用方法のポイントは、若干大きめの購入なさって、でここで調整をする。でこう水平に入れる。1本か2本入るぐらいの余裕の持ったヘルメットをご購入ください。あくまで努力義務のため、ヘルメットを着用しなかった場合の罰則はありませんが、大きな怪我を防ぐためにも着用を心がけることが求められています。